栗山匠、栗山匠、栗山匠、海、1983年9月3日対、は、兵庫県神戸市西区出身のプロ野球選手、外野手、右投げ左だ。埼玉西武ライオンズ所属。神戸市立商事小学校時代は、神戸市少年団リーグの商事に所属し、竹内慎一と同リーグだった。神戸市立大山中学校時代は、ヤングリーグの 神戸ドラゴンズに所属。チームの一年後輩には、坂口智隆がいた。育英高等学校に進学し、2年次には3番左翼士として、第72回選抜高等学校野球大会、第82回全国高等学校野球選手権、大会に、春夏連続出場。春は、開会式直後の1回戦で、国学院栃木高校と対戦し、初戦敗退。夏は、 大会第1試合となる1回戦で、田村明慶を要する秋田商業高校と対戦して勝利し、その後ベスト4まで勝ち進むも、準決勝で中村一世、山田健良を要する東海大浦安高校に敗れた。自身は5試合で打率、348、9打点を記録。3年夏は、兵庫大会5回戦敗退、高校通算47本塁打。 このドラフト会議において、西ブライオンズから4巡目指名を受け入団。背番号は52は、イースタンリーグで51試合に出場。ワニグンで打率274、27出塁率359、7本塁打を記録。フレッシュオールスターゲームに選出され、スタメンフルイニング出場した。ワニグンで打率3割、11本塁打を記録し、 優秀選手を受賞。西部にとって、レギュラーシーズン最終戦となった9月24日の大阪近鉄バファローズ戦、大阪ドームでスタメン9番レフトで一軍初出場、アンダを記録した。定に4月に、打率3割を記録して一軍に定着し、セパ交流戦でも5本塁打を放つなど、84試合に出場して打率29。297。 出塁率、357を記録した。8月1日の第1バロッテマリーンズ戦で空振りした際に右手首を痛め、直後に小林正秀から満塁本塁打を放ったが、翌日に有効骨の骨折と判明し戦線離脱。シーズン終盤に一軍に復帰した。オフにはフェニックスリーグに参加。は、初めて100試合以上に出場。 チーム2位の45支球を選んで、出塁率380、得点圏打率324を記録し、チームトップの勝利打点10を挙げた。オフに、背番号を1へ変更。5月4日の対ロッテ戦で一類種のフリオズレータが、引いた栗山の打球を二類種の補正オーティズがグラブを投げて止め、公認野球規則に則っとり安全進塁権を3つ。 与えられ三塁打となった。これについて、栗山は、ルール知りませんでした。ヘッドコーチの黒江幸信は、40年以上の野球人生で見たことがないと発言した。同年は2番に固定され、自己最多の138試合に、出場、初めて規定打席に到達して打率、317、チーム3位の49支給、同2位の出塁率37 6、376、 得点圏打率325、72打点を記録した。初タイトルとなる最多安打を獲得したほか、22位打、17盗塁と小技足技も向上して、リーグ優勝と日本一に貢献し、ベストナインにも選出された。はオープン戦で55打数22安打、打率400だったが、開幕直後は21打席連続無安打を記録した。 6月には18試合中9試合でマルチヒットを放ち、交流戦チームトップの打率333を記録。その後、新型インフルエンザに感染した。同年は自己最多を更新する140試合に出場し、打率267、リーグ9位の106三振を記録、サウスポーに対して打率350、 リーグ4位の63塁打、同9位の18盗塁を記録し、外野守備では、リーグトップの守備率、997、同3位の8補殺を記録した。外野手としては、球団史上初の144試合フルイニング出場を、2年ぶりの3割超となる打率、312、共に自己記録を更新する出塁率47、474打点を記録。 二度目となるベストナイン選出に加え、ゴールデングラブ賞を初受賞した。12月21日、かねてから交際していた3歳年上の一般人女性と同月14日に入籍したことが公表された。は2番打者、5番打者として起用されていたが、片岡駅氏が故障で離脱した7月以降は1番打者として起用され、 甲不調の波が激しかったチームにおいて安定した打撃で貢献した。2年連続で全試合フルイニング出場を達成したが、怪我の影響から9月8日のタイロって戦より、従来の中堅から左翼の守備に回り、その後シーズン終了まで左翼手として起用され、2年連続の打率3割超、得点圏打率は両、リーグトップの380を記録した。 5月6日の大楽天戦では、田中正宏から、球団通算8000号本塁打となる決勝2点本塁打を放った。11月には、右ひいの有利軟骨除去手術を受けた。ワ2番、1番で起用されたが、8月21日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、左前腕に死球を受け、途中交代。連続試合フルイニング出場も、 パリーグ歴代2位の390試合で途切れた。故障の状態からシーズン中の復帰は絶望となり、翌日に登録抹消されて、以降は最小格することなくシーズンを終えた。すでに規定打席に到達していたが、打率289に終わり、3年連続の打率3割を逃した。なお、この年より中島博之に代わり、キャプテン、首相となった。 は2年ぶりに全試合出場、自身4年ぶり4度目の2桁本塁打で、自己最多タイとなる12本塁打を記録したが、打率は前年を下回った。は、前年に続き全試合出場、前年を上回る打率、288、出塁率、394を記録した一方で打点、本塁打数は前年を下回った。オフには、 球団史上初のゴールデンスピリット賞を受賞。6月19日の対東京ヤクルトスワローズ戦で史上120人目の通算1500安打を記録した。7月4日にオールスターゲームの監督推薦選手が発表され、プロ15年目にして初めて選出された。7月15日の第一戦、福岡ヤフオクドームの7回の左翼守備で初出場。 9回表に2点本塁打を放った。オールスターでの初打席初本塁打は16人目。この活躍で第一戦の関東賞に選ばれた。オフに FA 権を行使した上で西部に残留した。4月7日の対福岡ソフトバンクホークス戦で史上187人目の通算戦5 0 0試合出場を記録したが、翌日の試合で右足を負傷し、4月14日の 千葉ロッテマリーンズ戦で途中交代した後は、指名打者や代打の起用が多く、10年ぶりに規定打席に到達しなかった。4月30日の対東北楽天ゴールデンイーグルス6回戦の4回に、通算309本目となる敵時二塁打を放ち、石毛博則の持つ、球団記録を更新。手元までボールを呼び込みバットを振り切る打撃を持ち味と、し、選球眼。 出塁能力、投手に球数を追やさせる能力に優れる。藤井康は、栗山について、実にいやらしいバッターに成長しましたね。粘っこいし、広角に打ち分ける技術を持っている。またボールを呼び込んで打つタイプなので三振が少なく、どんなボールにも対応することができる。などと評している。一軍定着当初は、左翼手や指名打者として起用され、打撃に比べて、 守備総類面が課題とされていたが、2009年途中から、いつかは守りたいと同年の開幕前に話していた、中堅守に定着。同年は、レンジファクターと視察で、リーグトップの数値を記録した。しかし、翌2010年は、リーグ3位の守備率、994を記録し、ゴールデングラブ賞を受賞したものの、守備イニング500以上の選手の中では、 ワースト4位のザーマイナス5.2と数字を落とした。2011年途中からは故障の影響もあるため、再び左翼手で起用され、2012年には守備イニング500以上の左翼手で、両具2位のザー13.9を記録した。走塁面では1塁到達まで3.90秒で、盗塁に関しても20個以上走れたら、盗塁できたら、あいつは、 走れるというイメージがつくと思うので狙っていきたいと述べている。愛称は栗、栗棒、マロン、匠など少年時代からプロ野球選手になるのが夢で当時はオリックスブルーウェーブのファンクラブにも加入し一郎のサインボールを持っている。2011年に自身の名前を冠した栗山匠杯少年野球大会を神戸市の少年団野球リーグなどと共に創設し 小学生を対象にした野球教室と並行して取材している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。